うも、ナメコです。ストーンヘンジを観光し終え、次の目的地、バースに到着したウプ主。飯の時間だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、イギリスの世界遺産の一つ、バースの町にやってきたところです。前回の最後に、バスの急ブレーキでカメラが吹っ飛んだんだよな。車窓撮影用のサブ機のアクションカムがダイブしました。カメラ本体は無事でしたが、スタンドが破損したため、以降の車窓は手持ちとなります。腕が超しんどかったぜ。こちらはストーンヘンジからバースまでの車窓。たくさんの街と田園を通り過ぎました。日本は山ばっかだから、こういう遠くまで見渡せる景色好きだぜ。北海道に似てますね。バース到着時でこんな感じで晴れ。絶好の観光日和になったぜ。ストーンヘンジの嵐は、本当に何だったんだろうな。さてさて観光ポイントを聞いた後、自由時間です。滞在時間は2時間と長めにとってありますが、昼食タイムも兼ねています。なら店舗よく見て回ろうぜ。なおウプ主は現在ガイドさんと、バースの繁華街をデート中です。マジで？嘘です。解散した後、さっきの急ブレーキでカメラスタンドが壊れた胸伝え。瞬間接着剤はどこで買えるか聞いたところ、一緒に探しましょうとのこと。ウプ主英語話せないから、ちょうどよかったな。うんちゃんが原因ではないとはいえ、急ブレーキで破損したので、親身になって探してくれました。なお、あの運転手運転荒いわー、あれは大問題やわー、本社に連絡するわーと、たびたびぼやかれていました。聞かなかったことにするぜ。さてさて、30分ほど接着剤を探すも、見つかりませんでした。ガイドさんの英語力をもってしても見つからないのか。ノリならあったのですが、瞬間接着剤はあいにく。ここいら周辺は観光客向けのお店なので、日用雑貨を探すとなると厳しいですね。また自由時間の4分の1を使ってしまったので、ウプ主が心の中で静かにぶち切れて、ロンドンに帰ってから、ビクトリア駅で探しますと伝え、ここで別れました。心の中でブチギレ。どういうこっちゃ？こちらは電話ボックスから草花が生えた謎なやつ。この頭上の大量の傘は何なんでしょう。カラフルな傘がずらりと並び、すごいインパクトです。多分バースは傘でも有名なんだぜ、かっこ適当。なお今日は風が少し騒がしかったので、傘がゆらゆら揺らめいて綺麗でした。時間をだいぶロスしたので、店舗よく見て回りましょう。とその前に、お昼ご飯にしましょう。飯来たー。
なお今回のツアーでは、2時間後にフルアフタヌーンティーがあるので、昼ご飯は抜いておくか、軽めのものにしておきましょう。せっかくの美味しいアフティーが、お腹いっぱいだと楽しめませんからね。それでもウープ主は昼食べるんだな。ガイドさんがおすすめのパブを教えてくれたので、せっかくですしね。パブとな。でも今昼だぞ。営業してるのか？パブは夜にお酒を楽しむところ、というイメージがありますが、実は昼も気軽に食事できる、おすすめの場所なのです。そもそもパブとは、イギリスで発達した酒場のことで、パブリックハウスの略です。イギリス国内に5万軒はあるとされ、主にビールやその他の酒類を提供していますが、大きなパブではランチタイムを設けてあり、中にはガストロパブという、手の込んだ料理を楽しめるお店もあるそうな。ってことでガイドさんおすすめの、クリスタルパレスに入店。お、キャンドルがあるぜ。こいつは今回も買っちまったな。ガハハだぜ。参考まで、メニューはこんな感じ。では注文しに行きましょう。パブはカウンターでオーダーします。テーブルを利用する場合、空いているところに勝手に座って OK です。その時にテーブルか、何かしらの小物に番号が書かれているので覚えておきましょう。カウンターに行き、まずはドリンクを注文。飲みたいビールを指させば OK。何がいいかわからない時は、ウプ主のお決まりの技。リコメンドプリーズ。で万事解決だぜ。続いてサイズを選択。パイントが 570ml、ハーフが 285ml になります。ビールが苦手な人は、リンゴのお酒、サイダーもあるぜ。フランスでいう、シードルですね。この時はその存在を忘れ、店員さんおすすめのビールを、ハーフでいただきました。なお料理もこの時に一緒に伝えます。その時に先ほど覚えたテーブル番号を伝えましょう。料理ができたら持ってきてくれるぜ。お代はカウンターで支払います。チップは不要だから、気を使わなくていいぜ。注文完了したので、料理ができるまで待ちます。それではいただきまーす。やっぱ苦いぜー。待つこと15分、料理が運ばれてきました。めっちゃでけー。イギリス飯と言ったらおなじみの、フィッシュ&チップスです。予想外に量多いぞ。全部食べきれるのか？この後アフティー入るのか？これ全部揚げ物だろ？カロリー大丈夫か？そんなことは気にせず、いただきましょう。まずはポテートから。ふむふむ、イギリスの豊かな土壌で育った、いい芋を使っていますね。また適当なことを。そしてこの巨大なものの解体に、地味に苦労しました。まずは何もつけず、素材の味を楽しみます。ふむふむ、淡白すぎてよくわかりません。揚げ物の味、というか油の味が強いです。今度はタルタルソースをつけていただきます。うまいでー。イギリスを代表する料理の一つである。このフィッシュ&チップス。イギリス料理と言ったらこれしか思い浮かばないぜ。タラなどの白身魚のフライに、
棒状のポテトフライを添えたもので、イギリスではファーストフードとして親しまれ、長い歴史があるのです。アメリカはハンバーガー、ドイツならカリーブルスト、日本なら牛丼やうどん的な位置づけか。長い歴史って、そんなに昔からあるのか？正確な起源は不明ですが、1860年頃からあったそうな。これは産業革命と同時期で、技術革新により普及したと考えられています。新鮮な魚を迅速に遠方に輸送する、鉄道網の整備と蒸気船の登場。魚の保存に役立つ冷凍技術。大量に漁獲できるトロール漁業の導入。そしてこれらの技術で安価で大量に提供できるようになり、産業革命を支えた労働者の食事の主体として普及したそうな。へいへいへい。ごちそうさまでした。今回のお値段ですが、ビールも込みで 16.3 ポンド、2500円でした。なおこの時点で残りの自由時間は40分。最初の接着剤探しのロスと、食事に思いのほか時間がかかりました。ってことで次回は超駆け足で、バースの街を観光していきます。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。